グレッグ・ポポビッチ、グレッグ・ポポビッチ、グレッグ・チャールズ・ポップビッチ、1949年1月28日隊はアメリカ合衆国の北米プロバスケットボールリーグ NBA の指導者、インディアナ州イーストシカゴ出身、1996年からヘッドコーチとしてサンアントニオスパーズを率い5度の優勝に導いた名称として知られる。愛称はポップ、 父がセルビアの高科兵だったポポビッチはアメリカ空軍士官学校に入隊しソビエト研究を専攻1970年に卒業した。士官候補生時代には士官学校のバスケットボールチームで4シーズン食いし最終学年の時にはキャプテンとしてチームを率いた。卒業後5年間の兵役に就いたポポビッチはヨーロッパに赴き空軍のチーム ザユー・エス・アームド・フォーセスチームと共に、東、ヨーロッパやソビエトのチームと試合を行っている。チームのキャプテンとなったポポビッチは、1972年、チームをアマチュア・アスレチック・ユニオンのチャンピオンシップに導き、この時のプレイが評価され、ポポビッチは、士官学校チームのアシスタントコーチに就き、コーチとしてのキャリアを歩み始めた。当時の士官学校チームのヘッドコーチだった。 ハンクイーガンは、後にサンアントニオスパーズのヘッドコーチに就いたポポビッチのもとで、アシスタントコーチを務めることになる。アシスタントコーチを務めるから、ポポビッチは、デンバー大学に通い、体育とスポーツ科学の修士号を取得している。1979年には、クレアモント大学男子、バスケットボールチームのヘッドコーチに就任。この頃に、 カンザス大学のヘッドコーチだったラリー・ブラウンと進行を深め、1985から86シーズンには一時クレアモント大学を離れ、ラリー・ブラウンのアシスタントコーチを務めながら彼のコーチ術を学んだ。1988年、ポポビッチはサンアントニオスパーズのヘッドコーチに就任した、ラリー・ブラウンにアシスタントコーチとして招かれ、NBA でのキャリアをスタートさせた。 この時、同じくアシスタントコーチとして、現 GM の R.C. ビューフォードがスパーズに加入している。当時低迷していたスパーズは、ブラウン体制の2年目の1989から90シーズンには大きく躍進し、ブラウンとポポビッチは見事にチームの再建を果たした。1991から92シーズン中に、ブラウンがチームを離れたため、 ポポビッチも、翌1992から93シーズンからは、ゴールデンステートウォリアーズ移り、こちらも、名称の誉れ高いドン・ネリソンの下で、アシスタントコーチを務めた。1994年、ポポビッチは、スパーズのゼネラルマネージャーに就任する。ポポビッチに求められたものは、ラリー・ブラウンの退任後、成長が横ばい状態にあるスパーズを優勝できるチームにいる、ことだった。 スパーズは新たにボブヒルをヘッドコーチに迎え、さらにポポビッチがウォリアーズのアシスタントコーチをしていた頃から目をつけていたポイントガードのエイブリー・ジンソンと契約。この年、現在の GM である RC ビュフォードをスカウトとして後にアシスタントコーチとして長年ポポビッチを支え、2013年にアトランタホークスのヘッドコーチになったイクビューデンホルザー。 ビデオコーディネーターとして雇い入れている。ポポビッチが GM について1年目の1994から95シーズンに、スパーズは62勝20敗と大きく、成績を伸ばし、翌1995から96シーズンはチームに、不和をもたらしていたデニス・ロットマンをほとんど無償で、シカゴブルズにトレードし放出し第ベテランの域に、達していたドミニク・ウィルキンスを獲得するなどの、 チーム改革を行い、59勝23敗の好成績を収めた。しかし優勝どころかファイナルにも出場することができず、さらに1996から97シーズンには、大黒柱のデビッド・ロビンソンがシーズンの大半を欠場したため、チームはシーズン序盤から大きく負け越した。ゴーをニやしたポポビッチは、ボブヒルをヘッドコーチから解任し、 自らヘッドコーチに就任した。ヘッドコーチに就任したものの、デビット・ロビンソンの不在はどうともしがたく、スパーズはこのシーズン20勝62敗という散々な内容だったが、この結果がスパーズとポポビッチに大きな幸運もたらした。それは1997年の NBA ドラフト1位、指名権の獲得だった。ポポビッチは迷うことなくこの1位指名権を、 ウェイクフォレスト大学のビッグマン、ティム・ダンカンに行使した。デビッド・ロビンソンとティム・ダンカンのインサイドコンビは、ツインタワーと呼ばれ、他チームの脅威となった。またロビンソンは自らダンカンのサポートに回り、以後、ポポビッチはダンカンを中心とした、チーム作りを進めていく。そしてポポビッチは、ダンカンと共に、スパーズの栄光の時代を築き上げていくことになる。は ダンカンに、ロビンソン、エイブリー・ジョンソン、ショーン・エリオット、さらに優勝経験者のマリオ・エリーとスティーブ・カーを獲得するなど、充実したメンバーが揃ったスパーズは、ダンカン獲得から2年目にして、早くも大きな成果を挙げた。スパーズは、プレーオフを勝ち抜き、ついにチーム史上初となるファイナルに進出。そしてニューヨーク・ニックスを4勝1敗で破り、念願の優勝を果たした。 しかしこのシーズンはロックアウトの影響で、レギュラーシーズンは50試合しか行われず、スパーズの優勝は本当の優勝ではないという声も上がった。周囲の雑音を打ち消すためにも、スパーズとポポビッチには連覇の期待がかかったが、リーグはシャキール・オニールとコービー・ブライアントを擁したロサンゼルス・レイカーズによる支配が始まり、スパーズは私服の時を迎えた。 レイカーズが1999から2000シーズンから2001から02シーズンにかけて3連覇を達成するが、スパーズはこの間プレーオフで2度レイカーズの前に苦敗を舐めさせられた。スパーズの主要バックコートメンバーが高齢化し、ポポビッチはチームの再編を迫られた。そこでポポビッチが目を向けたのが海外だった。リーグは年代からすでにグローバリゼーションが進んでいたが、 ポポビッチもアメリカ国外の選手の受け入れに積極的だった。それはポポビッチが空軍時代のヨーロッパでのプレー経験が影響していた。またドンネルソンの下でアシスタントコーチをしていた時にはスカウトのためわざわざドイツで開催された欧州選手権に視察に行っている。フランス出身のトニー・パーカーを獲得し、さらに守備職人のブルース・ボーエンやスコアラーの スティーブン・ジャクソンを迎え入れ、ポポビッチはチームの再編を開始した。さらに待ち望んでいたアルゼンチン出身のマヌジ・ノビリが入団し、チーム層はより深くなっていった。スパーズは60勝22敗の成績を収め、勝率でリーグ1位となった。ポポビッチは最優秀コーチ賞に選ばれた。プレーオフではカンファレンス準決勝で急敵レイカーズを破ると、 カンファレンス決勝では、元上司であるドンネルソン率いるダラス・マーベリックを、退け、4シーズンぶりに、ファイナルに進出。ニュージャージーネッツを4勝2敗で下し、スパーズとポポビッチは2度目の優勝を遂げた。長らくスパーズを支えてきたロビンソンは、この優勝をもって引退し、以後スパーズは、ダンカン、ジノビリ、パーカーを中心とした、ビッグスリーと呼ばれるチームとなる。オフには、 ラリー・ブラウンの招きに応じ、アメリカ代表のアシスタントコーチとして、アテネ五輪に参加。しかし決勝では、スパーズ所属のジ伸ビリ率いるアルゼンチン代表に敗れ、アメリカ代表は、ドリームチーム結成以来初めて金メダルを逃した。の、プレーオフは、大幅な補強を行ったレイカーズの前に敗退。シーズンは、プレーオフを勝ち進み、ファイナルに進出。対戦相手は、 ポポビッチの恩師であるラリー・ブラウン率いるデトロイト・ピストンズだった。お互いディフェンスを重視したチームのためシリーズは激しい肉弾戦となった。第7戦までもつれた末、スパーズはピストンズを下し、ポポビッチは指定対決を制した。2、スパーズはチーム史上最高勝率となる63勝19敗の成績を収め、スパーズには初の連覇の期待がかかった。 カンファレンス準決勝では、ダラス・マーベリックスと対決。マーベリックスのヘッドコーチはかつて、ポポビッチが引き抜いたエブリー・ジョンソンだった。シリーズは、第7戦までもつれた末に、スパーズは、マーベリックスの軍門に振った。2はファイナルまで勝ち進み、クリーブランド・キャバリアーズと対戦。キャバリアーズを率いるのは、ポポビッチの下で、アシスタントコーチをしていたマイク・ブラウンヘッドコーチ。 スパーズは4戦全勝でキャバリアーズを下し、4度目の優勝を飾った。は、例年通りシーズンでは、安定した戦いを見せ56勝を挙げ、プレイオフに進み、フェニックスサンズ、ニューオリンズホーネッツを破り、カンファレンスファイナルへと駒を進めたが、このシーズン、シックスマン賞受賞のジノビリが、プレイオフ1回戦のサンズ戦で左足首を負傷しており、 カンファレンス決勝のロサンゼルスレイカーズ戦では、その怪我の影響で力が出しきれず、稲ほどあっさりと敗れ、またしても連覇を逃した。この年のプレイオフ時点でのロースターの平均年齢は32歳を超えており、チームの若返りがオフの課題となったが、主要な補強は、ロジャー・メイソンとの契約、ジョージ・ヒルのドラフトでの加入程度にとどまった。は ジノビリの故障欠場を新加入のロジャー・メイソンらでしのいだもののチームの勝利数は昨年を下回った。しかしながらこのシーズンで50勝以上を10年間続けたことになる。プレーオフでもジノビリ不在が響き、ダラス・マーベリックスに敗れ2000年以来の1回戦敗退となった。この年あたりから衰えが見え始めたダンカン・カズトに頼るスタイルは終わりを告げざるを得ず、 パーカー、ジノビリとのビッグ3に、プラスアルファを求めて、オフには、主力選手の負担軽減を目指し、久々の主力級トレードで、リチャード・ジェファーソンを得た。は、ディフェンスの要であるブルース・ボーエンの引退と、リチャード・ジェファーソンが、期待した活躍ができず、またパーカーが怪我のため出場試合数が56に止まり、平均得点も前年より大きく下げた。パーカーの怪我により、 大幅に出場時間を増やしたジョージ・ヒルが期待を上回る活躍を見せ、なんとか50勝は確保し、50勝以上のシーズンの継続記録を11年に伸ばした。プレーオフには第7シードで進出し、ダラス・マーベリックスを破り2回戦へと進めたものの、フェニックス・サンズにあっさりとスイープされーズんを終えた。オフシーズンにはポポビッチはジェファーソンに対し、 オフの夏を優雅に過ごしこのまま冴えない状態で終わるのか、夏に期待次のステップに進むのか迫り、ジェファーソンはハードワークを選び、スパーズに残留した。は、ジノビリを中心に、パーカー、ダンカンとまさにビッグスリー体制で臨み、夏の練習成果で、ジェファーソンも3ポインターとして復活を見せた。ダンカンの負担軽減策でプレイ時間を減らしたにもかかわらず、 ポポビッチのチームプレーを重視した再配は安定しており、結果的に61勝21敗と強さを見せつけ、ウェスタンカンファレンス第1シードプレーオフに突入した。アップテンポで攻撃的な試合展開も取り入れ、得点力は確実に上がった反面、スパーズの最大の強みである強固なディフェンスに隙が見えることもしばしばあり、チーム状況は万全とは言い切れないものであった。 ジノビリが右肘を負傷し、プレーオフ初戦を欠場し、次戦からも万全な状態でプレーすることができず、またリチャード・ジェファーソンの不信も響き、一戦目でメンフィス・グリズリーズに、グリズリーズ史上初めてのプレーオフでの勝利を許し、そのままグリズリーズの勢いを止められずに2勝4敗1回戦、敗退した。プレーオフで第1シードチームが8位チームに敗退することは、 ファーストラウンドが7試合制になって以降としては史上2度目となる失態であった。中心メンバーがベテラン揃いになりシーズンでは力を発揮するものの長いシーズン後のプレーオフでは疲労が取れずに力を発揮できないシーズンが多くなってきたことと本来のディフェンス力をり戻すことが課題として残った。しかし一方でポポビッチはジョージヒル、デュワン、プレア、ゲイリー・ニール、 ダニー・グリーンなど他チームからさほど注目されなかった好選手を生かし育てる目利きぶりを発揮しつつ若返りを進めた。は、順調に成長を遂げてきたジョージ・ヒルの故郷インディアナでのさらなる飛躍と近年不安材料となっていたディフェンス力の立て直しを図るためインディアナ・ペーサーズの2012年ドラフト順目、指名のカワイ・レナードとジョージ・ヒルとのトレードを完光した。 さらに、カナダ人ポイントガードのコーリー・ジョセフを一巡目、指名獲得した。補強では、パーカーの控えとなる、ポイントガードの T.J. フォードと契約した。1998年以来のロックアウトで、レギュラーシーズンは全66試合と短縮された。開幕後、ジノビリの利き手・左手の骨折と、ニューヨーク・ニックス戦で、バロン・デイビスと衝突した際に古傷を悪化させた、ことから、 TJ フォードの突然の引退などアクシデントはあったものの、ベテラン陣の安定した働きと、ティアゴスプリッターを筆頭に若手も、順調に実力を伸ばし、ルーキーカワイ・レナードも、経験不足ながら期待通りのディフェンス力を発揮し、序盤、中盤を勝率約7割で安定して乗り切った。さらに、シーズン途中のトレードデッドライン直前には、総合的な貢献に限界が感じられた。 リチャード・ジェファーソンのトレードで2002から2003シーズンチャンピオンメンバーのスティーブン・ジャクソンを獲得し、その後もリーグ屈指のユーティリティープレイヤーのボリスでアうパーカーの控えとなるポイントガードにパティ・ミルズと契約を結び、スパーズ史上最も層の厚いロースターを作り上げた。終盤、補強選手がチームに噛み合うと、 シーズン途中42勝16敗となった時点で2年連続18度目のサウスウエスト地区優勝を飾り、残り2試合となった時点で48勝16敗で、ウエスタンカンファレンスのプレーオフ第1シード権を得た。最終的に、レギュラーシーズンを50勝16敗で乗り切り、ロックアウトで短縮されたシーズンであったにもかかわらず50勝以上のシーズン継続記録を13年に伸ばした。また、 前回のロックアウトシーズンも含め勝率61%以上、50勝以上相当のシーズンと、プレーオフ進出は15年連続となった。このシーズンでは、2度にわたり11連勝後に、ビッグスリーを一度に休ませる策に出て、連勝は伸ばせなくとも、選手全員が良い体調を維持し、プレーオフへ突入する体制を作り、自身2度目の最優秀監督賞に輝いた。 一回戦は第8シードのユタジャズとの対戦となったが、レギュラーシーズンを10連勝で終えた勢いのままに、4戦連勝し、難なくスイープし、続くセカンドラウンドでは、クリス・ポールの加入とブレイク・グリフィンの成長により、2006年以来のカンファレンスセミファイナルへ進出したロサンゼルス・クリッパーにも4連勝した。カンファレンスファイナルでは、ケビン・デュラント、 ラッセル・ウェストブルック率いるオクラホマシティ・サンダーとの対戦となり、ホームコートで最先よく連勝し、連勝を2重に伸ばした。しかしながら、アウェーでの三戦目を、サンダーのフィジカルなディフェンスにオフェンスリズムを狂わせ、大差で落とすと波に乗ったサンダーの勢いを止めることができず、そのまま4連敗し、2007年以来のカンファレンス優勝を果たすことはできなかった。 は、アシスタントコーチのジャック・ボーンが、オーランド・マジックのヘッドコーチとして転出するなど、コーチ陣に遺跡があったが、新ロースターは、フランスナショナルチーム代表の難度デコロを加えた、程度で、昨シーズンとほとんど変わりのない陣容で開幕を、迎えた。11月下旬の長期ロードで、スパーズは、TNT による、全米テレビ放送のあった29日の、マイアミヒート戦で、ダンカン・パーカー、 ジノビリ、グリーンの主力4選手を遠征から一足先にホームに帰らせ休養を与えた件でリーグから25万ドルの制裁金処分を受けた。ポポビッチはかねてから主力に休養を与える戦術を用いており、デビッド・スターンの決定については残念であるとしたが、テレビ放映権に関わる過密日程が問題視される中では今後も選手を休養させる可能性のあることを示唆している。 総力戦で例年通りの安定した戦いを続け、50勝以上のシーズンを14年連続とした。58勝24敗と60勝には届かなかったが、ウェスタンカンファレンス第2シードで16シーズン連続でプレーオフ進出を決めた。ファーストラウンドはコービー・ブライアンとアキレス・ケンダンレツを筆頭に、主力の故障による離脱が続いた第7シードのレイカーズとの対戦となり、 ローすることなく4戦全勝でスイープした。第2ラウンドはゴールデンステートウォーリアーズとの対戦となった。4勝2敗でカンファレンスファイナルへ進み、メンフィスグリズリーズをスイープする結果となり、2007年以来久々のカンファレンス優勝を飾った。ファイナルを前にポポビッチの下で16年間アシスタントコーチを務め、うち6年間を第一アシスタントコーチを務めてきた。 マイク・ビューデン・ホツアーが、来季のアトランタホークスのヘッドコーチに就任することが発表された。ファイナルは、前年王座のヒートと対戦が最終戦までもつれる展開となり、近年稀に見る接戦となったが、レブロン・ジェームズが本来の爆発力を取り戻し、また、第6戦の勝利目前でのレイアレンのミラクルショットで、形勢を逆転され、 これまで4度のファイナル進出では全て優勝していたが、初めてファイナル敗退を喫した。は、アシスタントコーチのマイク・ビューデン・ホールザーが、アトランタ・ホークス、ブレッド・ブラウンが、フィラデルフィア・セブンティ・シクサーズのヘッドコーチとして、転出したのに伴い、ヒューストン・ロケッツ、インディアナ・ペイサーズなどで、アシスタントコーチの実績のあるジム・ボイレンを迎えた。ロスターは昨年とほぼ同じ顔ぶれに、 マルコ・ベリネッリを加え、ポポビッチの標榜するインターナショナルなバスケットを進化させシーズンをスタートした。このシーズン66試合目となるユタジャズ戦を10連勝で勝利し、50勝以上のシーズンを15年連続とした。ここから連勝はさらに続き、レギュラーシーズンのフランチャイズ新記録の19連勝まで到達した。4月12日、サンズ戦に勝利し、 62勝18敗とし、プレーオフ全体の第1シードを確定した。続く2戦は主力を休養させに敗し、62勝20敗で、レギュラーシーズンを終えた。このシーズン、3回目の最優秀高知賞を獲得した。マイアミヒートとの再戦となった NBA ファイナルは、ポポビッチの標榜するシステマチックに組み立てられた、チームバスケットを展開し、公主ともにヒートを圧倒し、 2007年以来5度目の NBA チャンピオンに輝いた。このシーズンのスパーズのチームとしての完成度は極めて高く殿堂入りを果たしている。ジェリー・ウェストはメディアにポポビッチ以上のヘッドコーチを見たことがない。と語っている。のロデオロードトリップの2戦目のインディアナ・ペイサーズ戦を4クォーターで14点差から逆転勝利しヘッドコーチ。 通算戦勝危機目を飾った。12月14日のユタジャズ戦に勝利し、通算勝利数を1043勝とし、リック・アデルバンの1042勝を抜き、通算勝利数第8位となった。2016年1月27日、ポポビッチ自身通算4度目となる NBA、オールスターゲームのヘッドコーチに選ばれた。レギュラーシーズンを十七勝十五敗のフランチャイズ、記録。 ホームゲームを40勝1敗の NBA 記録でデビジョン優勝を決めた。プレイオフファーストラウンドではメンフィスグリーズリーズをスイープし、7回先制のプレイオフでは通算9回目となるシリーズスイープを達成し、フィル・ジャクソンの歴代最多記録を更新した。カンファレンス準決勝はオクラホマシティサンダーとの対戦となり、初戦は圧勝したものの段階の衰えから、 サンダーのスティーブ・ン・アダムス、エネス・カンターのビッグマン二人への対応に苦しみ、ケビン・デュランとラッセル・ウェストブルックのオールスターコンビに押しられ、結果2勝4敗で敗退となった。11月18日のロサンゼルス・レイカーズ戦に勝利し、レギュラーシーズン通算勝利数を1099勝とし、ラリー・ブラウンの1098勝を抜き、通算勝利数が7位となった。 さらに2017年2月2日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦での勝利でジェリー・スローンが持つ1チームでの最多勝利数に並ぶ通算1127勝に到達し2月4日通算1128勝の新記録を打ち立て2016から17シーズン終了時で1150勝まで伸ばしたプレーオフカンファレンスセミファイナルでヒューストン・ドケッツを破り ウェスタンカンファレンスの14チームすべてからプレイオフでの勝利を得た。11月5日、フェニックスサンズ戦に勝利し、通算勝利数を1156とし、フィル・ジャクソンを抜き、単独6位となった。さらに14日のアメリカンエアラインズセンターでのダラス・マーベリス戦で97から91で勝利し、アウェーゲーム通算500勝を達成した。 2002年のファイバ世界選手権と2004年のオリンピックでアメリカ代表チームのアシスタントコーチをジョージ・カールヘッドコーチの下で務めている。2015年10月23日、ポポビッチはアメリカ代表チームのヘッドコーチをマイク・シャシェフスキーから引き継ぎ就任することが決まり、2016年オリンピックから指揮を取ることとなった。 ポポビッチのチーム運営の手腕は高く評価されている。ポポビッチが、ジェネラルマネージャーに就任して以来スパーズは、デビット・ロビンソンが故障した1996から97シーズンを除いて、勝率6割を回ったことがなく、ヘッドコーチに就任してからは4度の優勝を飾っている。連覇がなく、ダンカンという NBA 史上に残る、名選手が存在するため、 過小評価されることもあるがポポビッチが NBA 上でも有数の名称であることはあえて述べるまでもない。ヘッドコーチ就任後も選手の人事権を握っており、毎シーズン的確な補強を行い、2000年代前半には勝率を維持しながらチームの再編に成功している。ベテランを非常に重視しており、2007から08シーズン現在スパーズはリーグでも、 最も恒例のチームである。また、アメリカ国外へのリサーチも積極的で、ポポビッチの動きは NBA のグローバル化を速化させた。現在のスパーズの中心選手、ティム・ダンカン、マヌジ・ノビリ、トニー・パーカーは皆、アメリカ以外の国籍を持っている。ティム・ダンカンは、アメリカ用、バージン諸島とアメリの二重国籍。コーチとしてのポポビッチは、非常に厳格として知られ、 戦術の一つ一つを細かに指導し、気の抜けたプレーを見せればたとえそれが、スター選手であってもすぐに交代を言い渡す。チームバスケットを標榜するラリー・ブラウンに、コーチ術を学んだだけあってポポビッチも、ハーフコートバスケットを中心としたシステマチックな、バスケスタイルを好む。講師ともに、チーム全体で臨むよう指導しており、ディフェンスでは、カバーディフェンスを、 オフェンスではよりオープンな状態でシュートを打てるよう、もう一本のパスを出させることを徹底させている。特にディフェンスには力を入れており、スパーズの平均失点は、マイシーズンリーグ上位にランクされている。ポポビッチの方針は、彼の部下たちにも引き継がれており、エイブリー・ジョンソンやマイク・ブラウンが率いるチームもディフェンシブなチームである。また対戦チームに合わせて、戦術を変える。 柔軟性も持ち合わせている。ポポビッチの下で、選手、アシスタントを務め、その後ヘッドコーチとなった指導者は、PJ カーリ氏も、マイク・ブラウン、モンティ・ウィリアムズ、エイブリー・ジョンソン、ジャック・ボーン、マイク・バデン・ホルザー、ブレッド・ブラウンらがいる。厳格なコーチはと各選手から嫌われやすいが、ポポビッチは、オフコートではオンまで、気さくな人物であり、 選手からの信頼も厚く不満が聞かれることはほとんどない。堅実な努力の重要性をメンバーに浸透させるためにポポビッチはジェイコブリースの以下の名言を引用している。3ポイント、ハック戦術のいずれも嫌いであると述べているが、両戦術を最も有効に活用しているヘッドコーチの一人である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。